徳島 YEG の秋内ラジオこの番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し自身の商いやメンバーとしての活動を紹介する商いのバラエティ番組です。 「集える仲間はそれぞれに」「地域を支える気概持つ」「願いを形に変えるため」「商工会議所青年部」「求めて我らは立ち上がる」 改めましてこんにちは徳島 YEG 商内ラジオ今日もスタートしましたナビゲーターは和渕道夫ですよろしくお願いしますさあそれでは早速今日のゲストご紹介いたしましょう第28回の本日のゲストはエステートコーポレーション えー、有限会社代表であり、y イイでは広報のフロアメンバーでもいらっしゃいます。森てるみさんです。森さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます森さんね、あのいつも出演はされないんですけど。はい、うそうなんですよ。ゲットとして裏方でね。はい、いつもあのスタジオの方までお越しいただいてたので、はい、もう慣れたもんでしょう。いや、ここ入ると緊張しますね。<laughs> <laughs> 本当ですか。<laughs> はい。 今日はね森さん自身のことをいぷりとね、はい、お伺いしていきたいと思いますので、はいはい、お願いしますよろしくお願いします。で、えー、森さんが経営されている会社がエステートコーポレーション有限会社ということで代表されているんですけれども、はい、こちらはどういったお仕事をされているお店なんですか。そうですねあの建築と不動産のお仕事をしています。うん、あそうなんですね、はい、建築不動産。はい。 なんかかっこいいですね。<laughs> お一人で、今されてるか。ていや今は、えっ、ー、と、事務員の方と、営業さんと三人でやってます。三、はい、人だと、いろいろ忙しいんじゃないんですか。ラジオのね、こういう y イーの活動もありますし。そうですね、うん。そうですね。<laughs> で、その他にも、いろいろされてて、私びっくりしたんですけど。はい 本当にそんなね華奢な体でパワフルだなって感心しましたまその他何されてますかその他飲食店を三つやってて三、うん、店舗ですよえ、何何ありますえっとおでん盛りというところと、はい、焼肉てるちゃんというのを秋田町でやってます、はい、あと昭和町でラーメン万代というお店をやっております いやーもう本当どれもこれも私の大好物ばかり私もです <laughs> やっぱ森さんが好きなあのものばかりなんですかそうですね <laughs> いやーこれからの時期寒くなってくるからおでんとかは人気なんじゃないですかおでんねめちゃくちゃ人気あるんですよやっぱり、うん、あのぜひ一度食べてみてくださいあの何ていうんだろう関西風というかあんまりうんおだしがしっかり効いてる 感じの関西風ってお出汁が効いてる感じと思うんですけど。スープがスープというか出汁が。澄み切ってる。すみきってる感じ。あ、いいですね。すごく美味しい。多分美味しいって言ってくれると思います。あ、そうなんですか。はい。もうもちろんね、食べられたことありますよ。ねもちろんもちろん。人気の具は何ですか。あ、もちろんやっぱり大根。しみしみ大根。しみしみ大根は食べた。でしょう。 あとはね、タケノコとか入れてるんですよ。タケノコ、珍しくないですか？そうですね。これはやっぱり私が、うん、母がタケノコとか入れる人だったので。ああ<ー>、うん、じゃあ森さんもやっぱりこうメニューとかも。 こういう風にしようっていう風なアイデアみたいなは出されてもちろんもちろん。でもこのお店の方にはいつもはいらっしゃらないんですよね。そうですね。今はもう週末顔を出す感じです。あ、そうなんだ。はい。じゃあもうお任せして。お任せして。で焼肉てるちゃん。はい。焼肉もいいですよね。いいですね。そしてやっぱりラーメン。ラーメンが大好きなんです。 いやでもあの、コロナ禍の中で飲食店とか大変だったんじゃないかなと思うんですけどどうでした、うん、あの時短要請の間はもう夜はお店をお休みさせていただいて、うんはい、昼も、ね、やっぱり多少影響はあったんですけどおでん屋さんも焼肉てるちゃんも昼間も昼してないんですよ。夜だけ夜 ラーメンバンはお昼もお昼、ね、お昼だけ、はい、あお昼だけ、あそうかそうかあのまあいろいろねコロナ禍の中で大変だったと思うんですけれどもまあそんな中実は建築の方が割と打撃があったそうですねお伺いしてびっくりしました、ね、<laughs> なんか集客っていう考え方がうん、うん、まあ自分の中で180度変わってしまってうんまあなんだろうその現場 でうん、うんあ、見学会とか、ああそ,かそうそう、土地の売り出しとか、例えば、うん、そういうのにもう人が集まらなくなっちゃったんですよ。ああ不特定多数の人が集まらなくなったというか。 そうですよねんか日曜日となればんかそういうねイベントみたいなのありましたけどにぎわってましたけど新聞とかねいっぱい載っててどこ行こうかなって迷うぐらい載ってた気がするんですけどふらっとこう立ち寄る方がやっぱ減ったんですかねそうですねうんじゃあ集客とかどうされてたんですかコロナの間っていうのはやっぱりインターネットかなと思ってはい VR まではちょっとまだ取り入れられてないんですがシータっていう360度こう映るカメラがあってそれでお客様に見てもらったりとか映像をそう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 映像というか写真なんですけどそうなんだそうで自分でこう動かせる空とか見えた空見ることはないんですけどとにかく360度回せるんですよなるほど Google マップみたいなそう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 いうの取り入れたりとかいろいろ 変化がありました。あ、そうなんですね。はい、いや、まあ、その、その時、その時代時代に応じて。対応していかなきゃいけないということで、ね、もう本当ね、大変だったと思うんですけど。そ,うですね、その他にも、実は森さん、あの、個人コーチングとかコンサルとかも。されてるんですよね、はい。そうなんですよ。これは、個人コーチングって何ですか。例えば、うん、なんだろうな、やりたいと思ってて、できてないこと、できないこと。うん。 まあ自分ならできるだろうと思ってるのに結局できてないことってあると思うんですよ。うん、なのでそういう,うやりたいなと思ってる目標を達成するために私一緒に横について、はい、あの前に進みを達成しませんかっていう。はあ お手,お手伝いみたいな感じです。ええ、それはもう個人個人の目標とかでいいんですか。そうですね。経営に関することとかじゃなくてもいいってことですか。大丈夫です。ええ、じゃあ私とかまあダイエットとか。あ、もちろんです。ダイエットな。<笑><笑>あ、森さんがじゃ隣で励ましてくれるわけですか。そう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 三ヶ月で。 まあ十キロはいらんだろうけど五キロ痩せますとか <laughs> <laughs> えー、どうやって励ましてくれるんですかそれはね、うん、いろいろ方法があるんですけどああそれはじゃあまあ受けてからお楽しみっていうこと、ねうん、そうですねじゃあもう食べ食べたくなる。 お菓子食べたくなりそうになった時は、森さんに連絡したりとか、そんな感じ。うん、多分ならなくなってくると思うんで。<laughs> ええー、不思議。受けてみたい。<laughs> ぜひぜひ。ええー。すごいですね。そうですね。うん。うん、まあ、今の仕事をね、始めるきっかけ、それぞれにあると思うんですけど。はい、建築業、建築不動産はどうして、こう始めようと思ったんですか。これはね、あのね、話すと長いんですが、うんうん、短くすると。<laughs> <laughs> <laughs> あの学生子供の頃に、うんえー、家に遊びに来ていた金持ちのおじさんが不動産屋だったから。なんて言ったらいいんだろう。家に来られてたおじさんがハ振りが良かったんですか。そう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 ,そう。こんな人になりたいと。 大変失礼なんですがうん、うん、見た目とかはそんなあれなんよ <laughs> でもかっこよく見えるんですよ。あハブリがいいからそうへ<ー>なんかこうこんね、うん、なんやけど。<laughs> <laughs> 今見えませんでしたけど <laughs> なんかこうギュッギュッギュッバーンみたいなそうそうそう,そう <laughs> でもすごいかっこよく見えて、うん、私もこんな感じになりたいと思ったのがきっかけあそうなんですね、うん、で、うん、今どうですかいやまだまだ追いつかないですねえーでもなんか森さんこうすごい華やかな パう、プリの良さが。感じ取られる <laughs> 本当ですか?。マジで?うん。私、森さんみたいになりたいなって、ほんに私が思ってますもん,、えーん。ありがとうございます。不動産業、やってみようかな。ぜひぜひ。できますか私。<laughs> 来てください。来てください。本当ですか。<laughs> まあ、でも、小さい頃からの憧れだった職業。そうですね。中学生ぐらい、中高ぐらいから憧れてた感じですね。うんうんうん、じゃ、もうずっと、そっち方面のお勉強されて。そ,うん、うん、そこまでではな、なんて言うんだろう。 一応進学校に行ってしまったので<ー>ちゃんと大学入ってうん、うん、ちゃんと就職してっていうのがするべきことなのかなとななるほどなるほほどど思い込んでたんですけど、うん、やっぱりやりたいなって思って32か3ぐらいの時に勤めに行き出して、はい、でそこで3年半お勤めさせていただいて開業。 したあ,あそうなんですかでもずっと夢だった、ね、なんかねどこかでやっぱ残ってたんですよああ<ー>、うん、じゃあどうですかもう昔からの憧れだった仕事を実際するようになってそうですね楽しい楽しいのは楽しい、うん、ただまあこれ時代のせいにしてもよくないんですけどうん、うん、多分あのおじさんのように稼げてない、うん、自分が分かる うんうん、おじさんだってバブ,バブリーな時代の方ですよね。<laughs> そうですねじゃあもうその時だったらすごくね。うんうん バブリーな時代だでもやっぱりねあの頑張ってこられてしかも32の時っていうと割といろんな経験されてからだったんですやっっぱり諦められないっていてう、はい、なんかねやっぱりやってみたいって思ってうん、うん、でちゃんとねその時お勤めさせていただいたのは県内の企業の方な不動産業なんですけど、はい、私 独立したいんですっていうことを最初にきちんと面接の時にお話しさせていただいたら当時の当時の今もそうですけど社長さんが「いいよいいよ勉強しにおいで」って言ってくれてすごい社長さんですねすごいいい社長さんですねすいいいで,すねであの入れてもらったのでえー、じゃあノウハウをその時に教わってっていうそうですねまあちょっと種類が違うことをや,らやりたかったことがあったんで私もやらせていただいてはい へじゃあそれまではその32歳になるまではそういう不動産関係っていうのは全然やされてなかったんですかあ1回だけやりましたねあ<ー>でその時半年ぐらいで挫折してへえもしかしたらでもそういうその時はタイミングじゃなかったのかな ああそうなんだ。っていう、うん、うん。じゃあ一回挫折したけれどもやっぱりっていう、ね、そうなんですよね。うん、じゃあそんなねあの夢である不動産もしながら飲食店はどうして始めたんですかこれはねそのね、うんえっと、初め一人で不動産業やってたんですがはははいはい、はいその同じように一人でやってる不動産の方など3人で。 不動産3人で始めたのがきっかけなんですよあ,あそうなんだはいはいはいこれもまあ本当にご縁があってね、うん、まああのなんか飲食店やろうぜみたいなノリになって <laughs> あ<ー>であの私,私がねそのおでんがすごく自分で自慢の料理だったんですよ、うん、あでもずっとみんなの前で言ってたんで手紙に「本んだけ夢やったらおでんやってみ」みたいになってへえそうなんですよえー なんかそんな感じなんだだけどあ、じゃあ一番最初にオープンした飲食店はおでん屋さんだったそうですそうですへ<ー>で結局あの家庭の事情とかいろんな事情で皆さんいなくなってで今私に一人でやってるっていう感じあそうなんですね、はい、まあでもご自身の自慢のお料理みんなが美味しいって食べてくれるのもそ,れもそうなんですよね嬉しいですよねうん、うん、でコーチングは どうしてですかコーチングはねあの自分自身がちょっとあの経済的に <laughs> 苦しかった時とか仕事がうまくいかなかった時に、はい、まあネットでいろいろ調べてるとそういうコーチをつけることができるよみたいなのがあってはい、はい、そ,それでしてもらったのがきっかけです。そういういコーチをつけたたら全然変わりました人間が変わりましたねまずあの人として変わった気がする。 人間自身が自分自身身がが分変われる変われるし、うん、今も,もう毎日勉強してるんですけど、うん、っていうちゃんと勉強する時間とかを作れる人間にな,れる,なるというか何ていうの、えー、時間管理できるというか、まあ、なので、うん、私がしてもらってよかったことを、うん、周りの人にもしたいなと幸せになってほしいなっていうのはきっかけです。ああそうだったんですね、うん、あ 私も時間のその配分とか使い方すっごい下手なんですよでなかなかやる気にならなかったりとか分かります分かります本当ですかいや分かりますだって私ついこの間までそうだったんだもんっていうじゃあ最近なんですかコロナになってからなんですよ勉強し始めたのがコーチングあじゃあ当に最近そう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 なんですだからコロナっていうあのなんですかこういう時代がうん まあ、私自身を変えてくれたんだなっていう。あ,あ、そうなんですね。うん、そうなんですよ。でも、なんかこう、大人になったら、なかなか、こう、今までね。何十年生きてきたから、変えられないかなって。自分で。思いますよ、ね。思ってたんですけど、えー、変われるもんなんですか。そうやね、変われますね。へえ<ー>。うん、一番変わったな、自分自身で変わったなって思うとこって、どんなとこですか。朝、起きられるようになった。 まあでも朝起きがめっちゃ苦手でちっちゃい時からうん、うん、あへえなんだけど今6時半に起きて、うん、あすごいそうなんですよかなり早起きじゃないですか,かなり早起きでしょ、うんうん、でもちゃんとその前の日に寝る前に6時半起床で8時までこれして8時半からこれしてって書いてるんですけど、うん、あもうスケジュールちゃんと組み立てて前の日にててそうそう,そう,そう,う なるほどね、うん、あそうするとやっぱり森さんのようにお忙しい方だとちゃんとスケジューリングしてお,いたおかないと本当にこうなんだろう無駄な時間とかができちゃうできなかったとかバタバタしちゃうやらないのやらないのやらない何もなんだろう予定を入れないと、うん、なんかずっとパソコンいらったり何て言うんだろう 逃げる、逃げてるんですかね。<laughs> あ、わかるでもわかります。もうん、なんかこうゆるい方に流されるというか。わかります。もうなんか私もこうスタジオとかいたら頑張れるんですけど、お家帰るとなんかもう携帯ダラダラ見ちゃったりとか、ずっとテレビ見ちゃったりとか。 あの車で帰ってる時は帰って掃除しようって思ってるんですけど帰った途端にもうソファーに横になって「明日 <laughs> でいいか,か <laughs> なる」るなるんですよなるんですかなるからちゃんと帰ってるんですよ7時<ー>7時まで買い物にして帰ってうん、うん、で9時まで勉強とか書いてえすごい今でもねちゃんとこうお勉強の時間を作ってらっしゃるっていうのがすごいなかなか大人になって勉強の時間を作れるって 難しいと思うんですけど、うん、しかもねお忙しいからねそんな時間管理もまたねうう教えていただきたいでも、まあ、そうそうそうみんながいるからできることで多分一人で全部やってたら何もできないと思うんですけどうんそうですよね、うん、皆さんに助けられてそうですねあとまあ人とのご縁とかも感じていろいろお仕事されてるっていうことですよね、はい、いやーすごいじゃあ森さん まだまだお話聞きたいんですけれども、はい、まあせっかくね曲も選んでいただいてますので、はい、曲をまず聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、今日選んでいただいたのがシェネルの「桜という曲を選んでいただきましたがこれはどうして選んでいただいたんですか、はい、あこれはですね、うん、えーと YEG に入る前に、うん、徳島青年会議所に所属していた時ちょっと延長した時,時期があったんですけど。はい その時にちょっともう何時間に追われ寝る間もなくしていた時にこの曲に支えられたっていう励まされた曲そうですもともと生き物係の曲なんですかねそれをシェネルがカバーした曲そうシェネル版がいいんですねいいんですよ <laughs> めっちゃいいんですよ <laughs> 癒された曲ですねはいわかりましたじゃあ早速聞いていただきましょうシェネルで桜 徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一役を担い、時代の、時代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、新しい文化的創造をもって豊かで住みよい郷土づくりに貢献します。新規入会者募集中、詳しくは徳島 YEG ホームページで。はい、ありがとうございますすごい、かわいい 本当ですか。<laughs> かわいいありがとうございます。いいどうでした、安森さんいつもこう外で切ってらっしゃるじゃないですか。生しいご自身で読んでみてどうでした。いやー、ちゃんと読んどけようかと思った。見てるばっかりで練習してなかったです。えー、でもなんかすごいスラスラスラって聞きやすかったし、良か, <laughs> <あ>かったと思います。ありがとうございます。さあそれではですね、またお話に戻りたいと思うんですけれども。はい ちょっと YG のね,ねお話とかも聞きたいなと思うんですが、YG に入会されたのはいつなんですか？おそらく2016年の8月ぐらいだと思います。うんはあじゃあもう2016年ってことはもう何年目になるんですか？えー、長いですよね。長いんかな？5年になるんですかね？うん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 。うんうん、あの入ったきっかけって何だったんですか？きっかけはあのえっ、ー、と。 Y. E. G. メンバーの方に誘っていただいたことがきっかけです。うんやっぱあの J. C. からのつながりの。あり方と、ねはい、あ、そうなんだ。で、Y. E. G. で、こう思い出に残っていることって、何かありますか。そうですね。あの、二、うん、うん、二年前だったっけ。卑弥呼フェスっていうのをしたんですけど。<laughs> はい。まその卑弥呼事業の。副委員長させていただいて。はい、は,いはい、はい、はい。その思い出ですかね。ああ、そう。 え森さんもあの衣装というかコスプレというか、はい、そうそうコスプレしましたしましたされたんですか <laughs> どうでしたいや私はもうちゃんと自分で <laughs> 自分なりの可愛いの買ってたんで <laughs> あれ自分で購入されたんですか購入しました<ー>、うん、各自皆さんそれぞれご自身で準備するっていう感じだったんですかそうねあの男性のはもうあの注文してちゃんと自分で買うんですよもちろん <laughs> はいはいはい。うん 決まってるんですけどスタイルが女性のがなかったので、うんうん、女の人は好きなの買っていいよみたいな。えー、なんか大人になってなかなかほらコスプレすることって、ね、ないじゃないですか。<laughs> いやそれは楽しそうですね。楽しかったです。今も残してるんですかその衣装は。残してますし、うん、えたまに着たり。着い着い着それは着ませんけど。なんかこのひみこのラジオやってるでしょ今。はいはいはい。ちらで着させてもらったりしました。あ、そうなんだ。じゃまだまだこれからその衣装着る機会ありそうですね。山本の見ことだったっけ。竹の見ことだよ。 <laughs> あの方と一緒にいる限りは着る機会がありそうです <laughs> あの方は割とコスプレが好きなんでしょうかねえそうですね率先しておそらく私の記憶によると <laughs>、うん、なんかあのこの間 YG のこのラジオの生放送が終わった後で収録があったのかな来られてたんですけども衣装必死で探してあれてましたもん <laughs> やっぱり来ないとこう雰囲気が出ない。そうですね。まねちなみにあの方に誘われて入りました。あそうなんだ <laughs> じゃあ長いお付き合いなんですね。そうですね。うん、何でも話せる感じ。うん、話せます。うん、話しやすい、すごく話しやすいです。あ、そうなんですね。はい。Y. E. G. のそういう活動を通じて、こう自分自身に役立ったこととか、会社に役立ったことって何かありますか。そうですね。やっぱりあの。 人とのつながりですかねもう森さんあれですねお仕事もそうですけどやっぱり人とのつながりすごく大切にされてますよね。そうこうしてたらほらエンディングの曲がもう流れてきてしまいましたけれども <laughs> あの今後なんかこう話したいこと PR とかあればぜひこの時間にあそうですね、うん、じゃあせっかくなんで建築不動産の方月に ちょっと一つおうあがモデルハウスが完成するので、はい、ぜひ見学会に来てくださいおおんかすごい東京エビスのデザイナーさんがそうそう空間をね空間をデザインする、うん、リビングだけですけどはい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 これ無料でできるんであぜひぜひ11月に予定しているので、はい、詳しくはホームページでじゃあそれでは最後に、えー、ラジオを聴いている皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか はい。今言っちゃいましたね。じゃあ、今後の展望、あ、もう時間ないかな。展望とかあれば、一言で。一言で、はい。目標。目標。うん。うん。言っちゃいましたか。はい。まあね、あの、これからも森さんらしく。そうですね。はい。いろんな方と一緒に。はい。はい。 進んでいけたらなと思いますそうですね今日は楽しいお話本当にありがとうございました、はあ、今日はエステートコーポレーション有限会社代表の森てるみさんにお越しいただきました森さんありがとうございました来週はさとしじむきヤギコ平さんがゲストにお越しくださいます秋内ラジオの再放送は毎週木曜日23時から日本分お楽しみいただけます、えー、徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されていますのでぜひそちら もお楽しみくださいそれでは次回またお会いしましょう。さようなら。